やってきましたラーメン横綱。こちらはね、静岡県浜松市の横綱さんでございます。ただいまの時刻深夜3時、本日はね深夜飯でございます。たまたまね深夜浜松に来たんでね、やっぱりね道を通ってるとね、この大きな横綱さんの看板、今日も引き寄せられてしまいました。がっつり食べてきます。それでは行ってきますね。ラーメン横綱さんのお品書き出てます。はい、豚骨醤油のラーメンが並が690円、大盛りが麺2玉で840円か。小盛りはね 0.7 玉で590円ね。あとは野菜ラーメンと味玉ラーメンがあります。はい、チャーシュー麺もあります。並850円、大盛りで1000円ね。お、彩りラーメンっていうのがあるね。あ、これ全部のせ的なやつか。並で870円、大盛りで1020円。よし、これ食べよう。これ食べるんだけど、キムチ辛いかな、キムチ抜きで頼もう。あとはお子様ラーメンがあります。300円。はい、トッピングもあるね。キムチ、温玉、味玉、生卵、メンマ、もやし、コーンね。替え玉も120円でできるんだ。ほら、餃子あります。ピリ辛餃子と黒豚餃子ね。あとは鶏の唐揚げ2個と5個があります。あとは一品物かな、これは鉄板焼き豚つまみに野菜盛り、焼き豚もやしに焼き豚、フライドポテトもあります。お、チャーハンもあるね。鉄板チャーハンに麺玉よチャーハン、高菜チャーハンがあるね。安いなチャーハン。並で320円、大盛りで308円か。豚バラ丼に温玉丼ね。はい、あとは飲み物と彩りラーメン大盛りと黒豚餃子と唐揚げ5個頼むか。チャーハンはなしね。今日はそんな感じでやってみます。今ね注文したらね、優しい店員さんがね、セットの方がお得だよっていうことで、餃子1人前6個プラス唐揚げ1人前5個でね620円っていうね、 H セットっていうのがあったみたい。このセットをね頼みました。月曜日から金曜日17時から閉店までね、お得なセットメニューがあるんだ。単品でも注文可能なんだって。うわ、これすごいな。唐揚げ8個640円だって。こんなデカ盛り的なメニューもあるんだ。はい、来たよ来たよ。こちら彩りラーメン大盛りでございます。さあ、それではいただきます。いや、横綱さんは久しぶりだな。スープからね。うん、あ、久しぶり。うまい。醤油、豚骨醤油ね。あ、うまい。うん、いい豚骨風味が出てるね。麺いただきます。麺はね、細麺。ああ、久しぶりに食べるけどね、うまい。ほら、横綱さんはね、ネギかけ放題。だけどね、ネギもたっぷり乗ってるからね、そんなにかけなくても大丈夫。さあ、ネギとラーメン一緒に。このたっぷりのネギがいいね。ああ、うまい。ああ、ネギスープうまい。はい、来たよ来たよ。餃子と唐揚げ来たよ。はい、本日の深夜飯はこんな感じね。ちゃんちゃん食べます。さあ、唐揚げいただきます。おお、揚げたて熱々のね、ジューシー唐揚げ、そのまま食べても美味しいけど、今日はラーメンの中に入れます。
全部入れちゃいます。はい、キャベツ食べます。餃子、餃子もうまいな。全然タレいかない。さあ、ラーメン食べます。決めたのですか。チャーシューはどうかな。これチャーシューっていうよりも、なんだろうな、煮豚って感じ。うん、うまい。さすが麺煮玉だね。麺大量に入ってます。味玉食べます。うん、うまい。ラーメンスープに漬け込んだ唐揚げはどうかな。うん、やばい、めっちゃうまい。マジで3倍うまくなった。柔らかさとね、ジューシーさが増した。ラーメンスープに突っ込むのマジでおすすめ。本当にうまい。うん、チャーシューと麺。あー、やばいやばい、ここに来て腹パンパンだった。餃子食べます。はい、美味しい餃子ラスト。大きめの唐揚げ5個だからね。うまい。あー、本当に腹いっぱい。チャーハンとかさ、丼物頼まなくてよかった。丼系行ってたら全然食べきれなかったね。いやー、ピンチです。お腹がピンチ。もう入っていかない。もう少しだからね、頑張ります。煮卵、うん、麺ももう少し。はい、唐揚げラスト。はい、完食。ごちそうさまでした。もうね、お腹パンパンすぎて、久しぶりにラーメン横綱さん来てね、大満足でした。美味しくいただきました。おお、こんだけお腹いっぱい食べてね、本日のお会計は1640円でした。ということでね、本日は静岡県浜松市にありますね、ラーメン横綱さんで深夜飯でした。バイバイ。